どうもこんばんばは、えー、ここに愛犬のゆきちゃんがいます小雪ちゃんはね何でも食べて食いしん坊なんですけどちょっとアレルギーがあるのかしてなかなか体質が太らなくてで髪の毛もねむしる癖があるんですよこゆきちゃん。 だから小雪ちゃんだけうち6匹チュアはいてるんですけど6匹チュアはいてるんですけど小雪ちゃんだけ特別に違う餌を買ってあげてるんですよ。今回はこれをこれを買ってあげたんですけどまあどれが。 体に合ってんのかちょっとわからないんですけどね合うのかまあ試しに食事改善からやっていこうとしてるんですけど。 とゆきちゃんですおとなしいけどね泣き出したらうるさいです一番キャンキャン言います <laughs> 今はおとなしいですけど緊張してほんまはねちゃんと これぐらい K あってきたて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 た K ふさふさだったんですよ。それが K が薄くなっちゃってねまあ年年やからっていうのもあでもまだそれほど年いってないんですけどね。 おとなしすぎますね。<laughs> でも一番まあかわいいんですよ6匹おるんですけどねまあ6匹ともかわいいですよ6匹ともかわいいですけどその中でもねこの子がまあ一番最初にうちに来た子なんでえー、まあ一番かわいくてまあこのおとなしさ。 しかし何でも食うんですけどね餌好き嫌いなくね他の6匹は餌変えたりしたりおやつ変えたりしたりしたら食べないんですけど、えー、この子は何でも食べるんですよ。それやのにね、うん、まあ食事アレルギーなんかなんかし,して髪の毛を非常に。 を自分でむしる癖があってねちっちゃいでしょうまあうちのかわいい家族なんでね えー、まあ一日でも長生きしてほしいんでいろいろと餌をまあ合うかどうかわからないですけどこれを買ってみました皆さんよろしくお願いいたします。 小雪ちゃんでしたー。<laughs> に。大なしいでしょ猫かぶってるんですよ。ほん。ほんま。いるやけど。 それでは皆さんおやすみなさい。こゆきちゃんでした。